失格とは、競技や試験において、参加している競技者内し試験などの受験者の参加資格を途中で剥奪し、または、後から対象者が挙げた成績を取り消すことである。スポーツをはじめ、実に広い範囲の競技で使われる。結核と、ほぼ同義に使用されることもあるが、厳密に言うと、結核とは、最初から資格がないことを言うのに対し、失格は、 持っていた資格を剥奪されることを意味する。なお、試験ではカンニングなどの不正行為を行った場合などに失格が適用される。一般に失格はその催しの主催者によって宣言される。失格は同市議内でのみ有効の場合と大会単位で有効となる場合とがあり、後者の場合失格となった選手はそれ以降の試技に、 参加することができない失格処分を受けるまでの間に、当該競技者がその催しにおいてあげた成績については、無効となることが多い。その場合、競技者は最初から競技に参加していなかったことになるか、もしくはそれに準ずる扱いを受ける。多くの競技において、失格は主催者が参加者に対して課すことのできる最も重い処分であり、参加者にとって、 最も不名誉な処分の一つである。失格とされる理由は、競技によって様々であるが、多くの場合は、ルールによって、あらかじめ決められている禁じ手の使用や、競歩の歩行法のような決まりごとの逸脱、明らかに倫理、道徳に反する非人間的な行為、スポーツマンシップに反するなどのアンフェアな行為、審判の権威や円滑な競技進行を損なう行為、替え玉などがある。 多くの場合は、当該競技者の恋や悪意によってなされるが、陸上競技におけるフライングなど、偶発的なものでも失格とされることがある。多くの競技において、失格を宣言できるケースはルールによって定められているが、その適用可能範囲はいずれもかなり限定的なものになっており、大会ごとのルールによって、なるべく差し控えるように規定されているか、そのように考えられている場合もある。 加えて、失格処分は、それ自身が制裁として最高レベルであるとともに高い、例外性をも持つがゆえに物議を醸すこともあり、その際にもやはり主催者が、非難や攻撃の的となる。通常、失格処分はその催しの中においてのみ有効で、あるが、協議によって、 また場合によってはその選手に対する勇気の、あるいは永久の出場停止、参加拒否、追放などの処分が伴うことがある。スポーツのほか、一部のコンピューターゲームにおいても、ゲーム内のミッションをクリアできなかった場合やゲーム内で不正行為を行った場合は、失格とされる場合がある。以下では、各競技の失格に関するルールや事例について記述する。 2012年までの日本の競馬においては、車費、車高するなどして束に著しく接触、大圧、衝突し、束への走行妨害を行った馬は、通常公着処分を受け、審判たる採決委員により、被害馬の一つ下の着順へ下げられることとなっていたが、もし加害馬が与えた不利によって、被害馬が落馬、負傷するなどして競争を中止した場合は、 加外馬は無条件に失格となった。2013年以降は、海外競馬で既に行われているルールに合わせる形で、被害馬が競争中止したか乾燥したかに関わらず、加外馬の行為の悪質性と競争にもたらした影響によっては失格とされうるよう、ルールが改正された。走行妨害の他にも、走路外一掃、または落馬した時にその地点に引き返さないで、 レースを継続した場合、定められた時間を超えて入選した場合、タイム失格制度、タイムオーバーを参照、負担重量の過不足、禁止薬物の使用、不正協定の実行等が失格自由として定められている。なお、競争から5年以内に禁止薬物の使用、不正協定の実行が判明した場合には、当該場は失格となる。その場合でも、 投票権上は変更されない。中央競馬における失格は、農林省令競馬法施行規則第8条、日本中央競馬会競馬施行規定第8章第123条、第125条などを根拠としている。競馬施行規定第10章第150条、151条に基づき、中央競馬では、課外場の関係者は失格、着の採決について、 被害場の関係者は審議の規格の採決について、それぞれ必要書類と保証金10万円を添えて、最低委員会に対して、不服申し立てをすることができる。採決委員が出す、採決に対して、最低委員会が出す最終決定のことを、最低という。なお、競馬施行規定第8章第128条第1項に、基づき着順確定後5年以内に、 最低委員会によって失格とされた馬の関係者は同規定第10章第152条、第153条に基づき日本中央競馬会理事長に対して最低の取り消しを求めることができる。失格となった馬にはゴールした順位に関わらず賞金、賞品が与えられず出走手当等も支給されない。騎手に対しては 実質数週間数ヶ月程度の騎乗停止処分が下されるが永久の処分はない。失格の原因が機種ではなく馬にある場合は馬に対して勇気の出走停止処分が行われることもあり得るがそもそも走行妨害の原因が馬にある場合に失格処分が下ること自体が稀である。かつて硬着制度がなかった時代は 不正な走行に対する制裁は、着順変更を伴わない機種のみへの制裁か、さもなければ失格しかなかったため、タバイの進路妨害があっても失格処分が下る、ケースは限定的であった。ミスター CB が勝った1983年日本、ダービー、シンボリルドルフが勝った1984年札キ賞などでは、優勝馬がレース中にタバの走行を妨害していたが、 結局失格処分ではなく、機種への基上停止処分で済んだ。八大競争優勝馬を失格にすることをはばかった採決委員の判断によるものであると言われる。機種のみへの制裁と失格の中間である、公着制度ができたのは日本では1991年である。それ以降は実質的に失格ではなく公着が走行妨害への制裁のメインとなっていく。 以下に日本競馬におけるもしくは関わりのある主な失格事例を挙げる。特に理由が示されていないものは全てタバの走行妨害によるものである。膠着制度が導入された1991年以降は失格以外の妥当な処分の選択肢が増えたため失格事例は被害馬が落馬したなどの場合に限られる。 失格が減ったからといって、審判が甘くなったことを意味するのではない。ただし2013年以降は、こ着、失格となるようなケースが大幅に減少することになっているため、その妥当性の評価には、今後の動向の注視が不可欠である。現在では、すべてのレースにおいて、失格すると即日帰境となり、その開催のレースには出られなくなる。詳細はペナルティ失格を参照。 なお、ドライバーやチームの不正行為のみならず、車両規定違反で失格となるケースも存在する。ありがとうございます。